様子見て、そのぐらいに。え、どっからやる？こっちから？うん。え、なんかさ、ちょっと目の方か、そっちまでさ、ピューっていっちゃいそうじゃない？順番はもうそれ合ってるんだよね。合ってるよね。ね、多分伸ばそうとしたらボキって骨になりそうだし、ね、きつい。狭い方から行く？あ、後ろから。うん。いやー、あ、うん、狭いぞ。入るの？と思ってさ、入れないね。最後の方だけだったらさ、広げれば穴開けちゃえばいいね。外からは見えないしね。広げるのどうする？私3ミリが最大だわ。あ、でもちょっとサイド広げてみようか。ここだけ通ればね。あ、でも一緒だね。ちょっとどこどこすれば入るかな。あ、なんか入っていきそう。あ、入っていった。入っていった。ちょっとやってみて。あ、行きましたね。次行きます。行きましょう。穴行け、穴行け。角度。角度さ、ここから見て、穴の中から。その際行ければ。え、ドリル着てないでしょ？どういうドリル？この針金がね、ここの最終的な こいつを通ってくれないのよ。ここの針金が通る太さなら入るでしょ、これは。全然これのは入る。でも太すぎちゃうとさ、今度また欠けちゃうんでしょ。だからそこの繊細さを攻めるのは、何種類かあるから、それで詰めていけばいいんじゃない？これでいいんじゃない？これね、これでちょっといけるんじゃない？あ、かな、うん、いけんじゃない？これもっと長いと思う。これでやって、これで描いて、これでやって、刺さってないじゃない？足んないね。持ってくる。あ、見えてる見えてる。あ、今来てる来てる。あ、来てる来てる。今ここに来てる。いいねいいね。見て、ほら、あとちょっとなんだけど、角度難しい。ちょっと先端がね、反りすぎてる。うん。どっちで調節する？あ、来た来た来た。あともうちょっと頑張れ頑張れ。来た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 。オッケー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 、来た。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない？引っ張るのがね、怖いね。でもなんか、あ、いいよ。あ、来たよ。あ、でも尻尾、あと尻尾だけだもんね。じゃあこんぐらいにしとく。何で吊るしてたっけ、あっちね。え、これ高さ一番低く、高い。うん、高さとしては、で、尻尾は後でつけられるから、なるべくこっちよりに。こうなるから、じゃあ。こっちだもんね、次の人は、たちは。ね。こっちから来たら、行けるとこまで、ね、ここまで来たら、こことここで束ねて、こっちのはこっちに突き刺して、そこで固定させちゃえば、ね、ね、ね。そうだね、一応取っとこう。
から入れていかないと、ね、そっちが向こうに最終的につながればいいんだから。じゃあ頭からやるか。作り直す。で、そこの太いやつ、あといくつかは今度こっちにつくやつだから。じゃあさっきの短く間違えて切っちゃったやつさ、ちょっとに通しとかない？うん、その18番目を除いた方。あ、じゃあ別にこれに通しといてもいいか。そこをまた入れ替えればいいんだ、ね、このバンザーみたいな感じ。わかる。そうそうそう、そうですね、このままこっちが